ケージ・ジョン・ルーサーは2010年から ABBC で放送されているテレビドラマでイドリス・エルバ主演のサイコサスペンスミステリー。主演のイドリス・エルバは本作にてゴールデングローブ賞、テレビドラマ部門団優勝とプライムタイムエミュー賞、主演団優勝にそれぞれ4回ずつノミネートされ、そのうち第69回ゴールデングローブ賞において受賞を果たしている。 日本ではシーズン1から5までがアクスンミステリーで放送されたほか2019年8月25日現在アマゾンプライムビデオとフールーでシーズン1から5までが配信されている。また刑事ルーサーのタイトルで2019年8月3日より NHKBS プレミアムにてシーズン1から4までの計16話が放送された。各エピソードに タイトルは付けられていないが、NHK の放送では、以下の日本語タイトルが付けられている。アリス機関兵の暴走池にへの子羊版の運転手18粒のダイヤ頭の中の雲彼は、日の出なり、バネ足、ジャックの野望ベドラムアクシスさえは投げられた、小日地クリーパー寡黙な巡礼者、ケイトリンに捧ぐ、ピクシーギーク、パトロール死者の世界。ありがとうございます。